はい。じゃあ続いてのお便りいきたいと思います。お願いします。ラジオネーム、マサルジャさん。はい、マサルジャさん。ありがとうございます。いつもシャオロンさんのナンパ話をありがたく聞かせてもらってます。はい、こちらこそです。こちらこそ。自分は九州の田舎でナンパを始めようと考えている50代後半のおっさんですと。はい。年齢と地方ということでめちゃめちゃメンタルブロックかかって地蔵と戦っています。うん。やはり道聞きから始めてうまいことお茶に誘うというプランがいいでしょうか。シャオロンさんのご意見をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。まあ、ナンパデビューされて、はい、まあしたくてなのか、まあ声かけのメンタルブロックがえぐいから、うん、道聞きから、うん、練習していって、そっからうまいことお茶につなげるっていうルートを辿った方がいいかっていう話ですよね。うん。まあ最初声かかるのが緊張して、声かけれないので、道聞きとかから始めた方がいいですかっていう質問ってさ。うん。めっちゃ、なんか、その、これからやっていきたいですっていう人とかよく、なんか、そういう質問とか、されそうなイメージ。めっちゃ、まあナンパのコンサル生も今も。もうその質問というか、うん、その悩みめっちゃ多いから実際の今の人たちも。うんうん、で、その、うん、彼らにまあお伝えしてることなんやけど、まあ道聞きについてよね、うん、まず道聞きの意味みたいなね。はあ、ははあ。で、道聞きをナンパにするっていう場合もあるし、うん。はいはいはい、はい。その辺をある程度もうまとめて全、もうゲシュタルト、道聞き界隈のゲシュタルトを渡ししようかなっていう、まあせっかくの機会なんで。おうん。ほう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 。公開コンサルティングしてくれるわけですか？無料公開コンサルティングしますね。なるほど。はいはい。お願いします。はい、了解です。で、まず、結構、ナンパのメンタルブロックがすごいっていうことなんで、緊張すると。うん、で、多分、そんなおもろいことも言えないと思うんですよね。おもろいことというか、そのナチュラルに声かけて、とか、あの、爽やかな感じ、うん。結構本当に、あ、すいません、どこどこ探してるんですけど、っていう、本当の道聞き、やと思うんですよね、うん。やろうとしされてるのは。ああ、なるほど。これからナンパに変えようとすると、女の人はどういう心理になるかっていうと、まあ、うんうんうん、怒り反応を引っ張り出しやすいんですよね。これなんでかっていうと、向こうは本当の親切心で道に迷ってる人を手助けしたいという気持ちで話聞いてて教えてあげたのに、うん、そうやってナンパ、うん、結局ナンパかえ、うん、っていう種明かしをすると、うんじゃあ道聞いてくんなよ。うん、向かってする、うん。それをまず引っ張り出してしまうっていうことを把握しとかなダメなんですよね。うん、なるほど。だから要はこれめちゃくちゃむずいんです。ああ、道聞きから初めてうまいことお茶に誘うというプランがめちゃくちゃむずいってことね。うん、めちゃくちゃむずいルート。うん。うん。うん。で、じゃあ逆に言うと、道聞きみたいなアプローチからナンパに切り替える場合っすよね。うん。うん、これも可能やねん。まあ俺やれって言われたら、絶対できるんですけど。はいはいはい。じゃあ、それって、じゃあどういう道聞きのアプローチになるかっていうと、ちょっと、ユーモアをプラスしていく感じになるんですよね。うん。例えば今、めっちゃユニクロの前におんのに、ちょ、ユニクロどこっすかねみたいなんで聞いたり。ああ、はいはいはい。うん、ちょっとふざけてる。うん。例えば、すいません、こんにちは、言うて、ちょっといいですか。ちょ、高級フレンチ探してるんですけど、みたいな。絶対探してないやん、みたいな顔、顔してね、うん。はいはいはい。うん。明らかふざけてるみたいな。はい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 。っていう、まあ、道は探してないけど、みたいなね。うん。なるほどね。で、多分今、道聞きから入ろうかなって悩んでる人、それできないと思うんですよ。うん、緊張して。うん。うん、例えばその、ふざけたと思って、うんうん。あ、今言ったやつね。ふざけた道聞きっていうのが。その正しい音程で入ることにすごいメンタルブロックあると思うんですよ。うんそんなふざけた感じで聞きに行く無理や、高級フレンチ探しです、探してるんですけどって、正しい音程で言いに行くこと自体にメンタルブロックエグいと思うんですよね。うん。で、まず、それできるんやったら普通のナンパから入った方、入ったらええやんってなるんでね。そのトーク力があるんやったから。うん。うん。うん。いや、やばいやんか、どうすんの？だから、その道聞きのトークのアプローチができないのであれば、まあ、道聞き、をする意味っていうのはじゃあ何なのかっていうと、うんうん、本当にリハビリなんですよね。声出しとか、うん、やっぱ、うん、ストリートに出て慣れてない時ってもう声出ないんですよ。緊張で、うん、普通に道聞くだけで声出すウォーミングアップみたいな感じするとか、うんうん、で、まあ、温めるみたいなことだね。ちょっとテンション、あ、今日は道聞きは道聞きでやると、そう。
で、話すことになれるみたいな、その道、ああ、優しい、道聞いてほんまに、ああ、優しいっすね、みたいな、めちゃめちゃ親切っすね、って言ったり。で、そっからちょっと雑談して、どこ行くんですかみたいな。ありがとうございました、みたいな感じでね。っていうことのウォーミングアップに使うとか、あとは、まあ、声かけって、まあ、立ち位置、ポジションって結構大事で、相手の後ろから声かけていくっていうよりは、後ろから行ってもちょっと斜め前ぐらいに出て、相手にこっちの存在を認識させてから行ったりした方がいいんですけど、そのフィジカル面のポジショニングね、の練習に使うとか、そうやって温まってきて、あ、ちょっと道聞いただけやけど、話したりして声も出てきたから、あ、じゃあ普通のナンパして、しよう、に切り替えようっていう。そういうね、ウォーミングアップ的な意味です。ああ、なるほど。もともと道聞きはウォーミングアップのためにやるものやから、それで道聞きしたその人にそのままナンパしていくじゃなくて、道聞きは道聞き、ウォーミングアップはウォーミングアップしてやって、で、ちゃんと温まってきたら、そっから普通にナンパをしましょう。その時のナンパはユニクロの目の前でユニクロどこすかっていうのからやっていったりしても別にいいし。やっていってもいいし。でも、それやるんやったら、もう、どっちにしろナンパに切り替えるってすげえメンタルブロックある人にとっては勇気いることやと思うね。なんか誘ったりとか。そのウォーミングをやっても、また難しい。そう。要はね、なんか、何してたんですか言うて、なんか、あ、それめっちゃおしゃれっすね、言うて、そのナンパに切り替えていかなあかんわけですよね、トークの方向性を。ってなると、どうせどっかで勇気出さなダメなんですよ。なるほど。もうね、なんか、道ほんま聞いた感じで、その本当に、なんちゃら吹き屋さんとか、どこのデパート、本当に探しててから、ええ感じに向こうもと話ができて、なんか、じゃあ、全然、一緒についていきますよって向こうから言われてお茶になる感じとかを期待すなっていうね。一切メンタル、一切こっち勇気出さんかったけど、いい感じにお茶になるっていうのを探し続けるっていうことを絶対やめた方がいい。なるほど。そんなのはないと。ない。そんなんあるんやったら俺も道ばっか聞くわ。道だけ、本気のトーンで道だけ聞くわ。で、どっかでどうせ勇気出すんやったら、初めからナンパですで入る方が一番いいんですよ。結局はね。そう。その、道聞きからナンパに変わるときに勇気出すんでもいいけど、じゃあ初めからナンパですで入ることに勇気使う方がいいよっていう。ああ、なるほど、なるほど。なるほど。最初からむずいんやから。そう。じゃあ例えば、勇気が出せるようなメンタル状態に持っていくためのウォーミングアップの一つが道聞きやと思うんやけど、なんか他に何かある？それの徹底してる、もっとちゃんとウォーミングアップする人の中には、一人カラオケ入って声出しするっていう徹底ぶりの人もいる。一人カラオケに入って、大声とかで歌って、おし、声出てきたってなってからやっと、みたいな、もう、すごい真面目。なるほどな。まあ自分も、まあ、一人カラオケまではやってへんけど、俺も。店員さんにコンビニの店員さんと、ちょっともうちょっと、ニラリーぐらいしてみたいな。ありがとうございます。服屋の店員さんとか。服屋の店員とか、コンビニの店員でもいいし。はいはいはい。で、ちょっと声出しじゃないけど、あっためじゃないけど。はいはい。店員さんはすごいだから、いいわけね。店員さんはやりやすいと思うし。で、俺も道聞きであっためてた時とかもあるし。道聞きにまた勇気言わってなったら、そういう店員さんあっためとか。店員さんあっためとか。店員さん温めもあかんかったもん、人から一人カラオケも。一人カラオケはいけると思うんでね、もう、どうやっても。いや、温めなんのかな、ね、おもろいけどな。なるって聞いたよ。まあ、それ別に家でやれよっていうね。いや、家で大声出さられへんやん。近所迷惑し。そんな、いや、別にそんな、別に大声出さへんやん。別に。いや、最後まで。って思うやん。で、メンタルブロック、うわ、緊張するって言ったまま、声かけるとどうなるかっていうと、聞こえへんぐらい小さなんねん、声。なるほど。そうか、そうか。カラオケで死ぬほど大声出した後で普通に声かけたらちょうどいいボリュームぐらいの。全然、それでも大きくならんから。なるほどな、なんか、まあ、別に、それやってないから、わかるようでわからんような。いや、声ね、出えへんから、もう街で緊張するときに、緊張してて、声かけるときね、もう、かの泣くようなね、ボリュームになってまうよ。なるほどな。なる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 。でもまあ、そうやって道聞きでウォーミングアップ声出しして、とかやってから、
こんにちは、言うて、うん、むっちゃ可愛いっすね、言うてね。人からでも歌歌わんと、うん、こんにちはって。まあ、こんにちはっていうね、歌詞入ってるね、曲があればね、その曲入れてもらって。そうそうそう。うん、やって、店員さんに声かけて、道聞きやってっていう風な段階とかっていうのをやっていけば、うん、別に、まあ、最終的には絶対に。そう、勇気出さなあかん。絞らなあかんけど。けど、そう、うんうん。マックスまでハードル下がって、その勇気やったら、うん、もう出すかっていうぐらいまではなると思う。ああ、なるほど、うん。徐々に徐々にその階段上がっていくっていうのが、そうそうそう。一番いいアプローチ。そうそうそう。か、もう、こういうのって、だからあるよね。できる人と一緒にやるとかっていうのは一番ブロック外れそうな気するけど。そうそう、あのね、合流っていう手もあるんですよね。うん、うん、うん。そうよね。うん。合流したらまあね、声かけるハードルとか、多少楽になったりね、すると思うんですけど、うん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 、最終的に結局、ね、なんか、トーク。で、ちょっとね、いじったり、面白いこと言ったり、褒めたり、うんうんうん、カフェに誘ったりっていうのは、うんうん、結局一人で勇気を振り絞ってすることなんで、うん、うん。完全に勇気ゼロでいけるようにっていう風なね、思考は捨てた方がいいですよね。うん。なるほど、勇気は。それ、例えば、うん。相席屋とかさ、うん。ガールズバーとかさ、うん。なんかそういうところに行くっていうのはどうなの？ありやな。カラオケ、一人カラオケの次は、相席屋か、キャバクラに行って、ガールズバーに行って、で、そこでちょっと世間話して、そう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 、世間話して、みたいな。いや、もう街に出て、実際ナンパ始めるまでの準備体操で3時間ぐらいかかるやん、もう。確かに確かに。で、今日は、うん、時間ない。今日は3時間しかないって言って、準備だけして、あ、今日も帰らなってなるやつや。うん、まあでも、休日1日とか、例えば使ってね、人から行って、店員さんに声かけして、で、ガールズバー、なんか日中からやってるガールズバー行って、昼キャバ。そうだ、相席屋行って、みたいな。あ、昼キャバ行って、で、セクキャバ行って、みたいな。ソープ行って、ソープ行って、脱いで、やることやって、脱いで。向いてふーってなってみたいな。で、じゃあ道聞こうか言うて、うん、そう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 、賢者タイム突入して、うん、そうで、お酒とかもちょっと程よく例えば入れたりとかしてみたいな。もう一日かけて、もう夕方や。そうそうそう。そうよ、そうよ。だからもう家出てから、今から10時間後に俺は声をかけるっていうプランみたいな。もう完全に平日はできないやつね、仕事してる日は。うん、うん。とかってのをやれば、その本当に別に誰かと合流したりせんでも、うん、どんな人でも一人で、こうやっていくとかっていうのできそうだね。もう、うん。今のはね、ちょっと実際、まあ極端なね、ちょっとちょけやけど、それぐらい、めちゃくちゃ一個ずつ細かくできるとこできるとこ、じゃあ温め、温めをね、意味ないとか思わずに、うん、うん。うん、丁寧にウォーミングアップするっていうところをやるのは大事です。なるほどな。そんなことやっても意味ないとか思わずに。なるほど。うん。自分は、やっぱその一番最初の本当にじゃあ地蔵と戦ってた時期とかっていうのは、うん、何をやったの？まずは店員とかじゃなくて、いやまずはもう無理やから一旦本屋入って勇気づけられる本を立ち読みしてそこから始めてたよね。もうまずに、あ、なるほど、インプットだね、まずはインプット、なんかちょっと鼓舞するしてくれる名言みたいな、失敗しても怖く、うん、立ち上がれみたいなね、怖くないみたいな、怖くない、うん、立ち上、何度でも立ち上がればいいんや、うん、そうやなーなってから店員みたいなね、うん、うん、とかね、あのインプットから始めてたよ、そうそう、インプットしてんで突っ立ってたらどんどん怖くなってくるから、むっちゃ歩いて頭を活性化させてとかね。うん、いや、むっちゃ疲れてくるじゃん。いや、でもなんか、うん、体は疲れてくるけど、メンタルは温まってくるからね。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。とかしたりね。やっぱそこの温めっていうのはすごい結構、やっぱ丁寧に時間をかけて、うん。やってたし、それをもうやっぱ日々繰り返してたし、ってことね。もうアスリートみたいなもんよ、ほんまに。調整するのは、の自分のモチベーションとかね、調子っていうのを、最大限上げていくアスリートやと思ってね。うん。うん。うん。コンディション整えよう。うん。そうか。そういうのを経て、レジェンドナンパ師になっていったわけやな、シャオロンさんも。いや、ね、レジェンドナンパ師別に目指してないと思いますけどね、質問くれた、マサルジェさんもね。うん。うん、まあ、でも確かにやっぱ、地蔵と戦ってた時期、エピソードとかってやっぱね、できるようになった人、みんな、持ってそうよね。うん、うん。戦ってた、それぞれのエピソードみたいなね。そう。みんな減ってるよ。うん、みんな減ってますよ、地蔵みたいなもんは。うん、うん、うん、うん。そうね。
自分だけそういう、なんていうかな、戦うフェーズから始めるとかじゃなくて、うん、なんなら奥村は、自己啓発本インプットするところから、その髪の毛セットして、みたいな。そう、マッチ。服着て、ジャケットせよ、ジャケット着て、髪の毛、ね、ジェルつけて、みたいな。マチ繰り出して、自己啓発するところからやったり。マチ繰り出してんのに本屋行ってますからね。うん。なるほど。うん、あ、すげえ、ええ話だな。まあね、ちょっとね、うん、即効性のあるテクニックとかではないかもしれないですけどね。そういう風な視点を持った方がいいっすよ、うんうん、絶対に。っていう感じで。っていう感じで、じゃあ、次の、うん。マサルジャさんはいいですかね。マサルジャさんありがとうございました。ということで、次の。悩みが完璧に解決したということで、次の。もう声かけてナンパできるようになったということでね。もう、もう聞いただけでもうできるようになったということで。聞いただけで、即ったということで。うんうん、もう、ああ、そこの報告はもういただいたという前提で次その前提がなくても次には行けるけどね。うん。うん。うん。